りって未来の二刀流の目をつぶしてない？次世代二刀流くん、はぁはぁ。打者として120試合出場して、2815本 OPS、800残して投手として100イニング投げて防御率 3.00 で奪三振率 8.00 で7勝3敗だったぞ。世間、しょぼくね、意味のない二刀流だよ、ふーん、って。どっちかに専念しろよ。大谷がやりすぎるせいで逆に二刀流の目をつんでるんやが？マジでこうなりそう、どっちかにしろって絶対言われる。大谷クラスの打撃ないと DH にそもそもつけないやろうからな。大谷のせいで感覚麻痺してるわ、波なんな。投手は一番手やなくてもええわけやから多少しょぼくてもええと思うけどな、打者は DH 潜入する限りは求められる水準がかなり高くなる、多分大谷とは違った運用になるやろ。実際二刀流なんか無理してやる必要ないだろ、そういう意味でも大谷の記録は簡単に抜かれんわ。ボルト引退後の100無はもうそうなってるし、BIG4 が全員引退した後のテニス界も絶対そうなるで。100無もテニス界も注目度と認知低下がヤバいって記事になるくらいやからな、先人が偉大すぎると後進の選手がかすむかすむ。パイオニアってその功績が普及のものになりながら後発に追い抜かれていくのが理想やわな。パイオニア研究局完成体なのが大谷だから唯一無二になりそうよな。実際メジャーで二刀流って出てきそうなんか？マイナーで試験的に試してるけど誰一人うまくいってないとか聞いたわ。結局リリーフと DH の二刀流すら出てこないな。日ハムで矢沢がそれっぽい運用になりそうやけど早速怪我してるからな。子供の頃から努力します。彼女作りません。食事は好きなもの食べません。睡眠は9時間から12時間です。こんな主要層みたいな生活誰もやりたがらんやろ。二刀流は大谷で終わりや。